テクテク歩いて行こう。はい、タンクポップ YouTube チャンネルでございます。こんにちは。こんにちは。タンクポップのかっくんでございます。私がわっこです。はい、ここはどこなんでしょうかっていうね感じですけど、まあ、はい、越谷某所で撮影を急遽始めました、うん、はいはい、と言いますのはですね、うん、チラシ作成が追っつかないですよ。そうね、チラシの作成が本当、はい、嬉しい悲鳴、はい、本当ありがとう皆さん、うん、何のことだ何のことだ、何のチラシ、何のチラシって、はい、このようにね、かっくんは T シャツ、私は缶バッジをね、これ缶バッジもついてますね、あね、はい、つけさせていただいてますけれども、はい、皆さんこれ何を表すのか、うん、お分かりでしょうか。これね、ね、5、何の数字だかお分かりでしょうか。まあもちろんかっくんがね55歳になって、はいはいはい、おめでとうという、うん、虫がことではありますけれども、はい、来る9月に、うん、なんと私たち、はい、タンクポップ結成、いや、デビューから5周年、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。その、うん、まあ本来ですよ、はい、日本武道館、うん、でまだ可能性あるかな、もうないね、もうだもうさすがになくなりましたけれどもね、うん、日本武道館でやるんだって言い出したことにより、うん、たくさんの人に知っていただきたいっていう思いで、はいはい、YouTube もやってなかったのか、うん、というところから、そうでした ね, ね、急いで YouTube チャンネルを開設したっていうので、はい、うん、こうやってね YouTube でお届けできてることがあるんですけども、はい、うん、まあ、コロナ禍のせいにはしないですよ、うん、まだまだ力不足、そうですね、いろんなことが足りないので、うん、はい、日本武道館での5周年ライブは、うん、まあ、叶わない予定ではありますが、うん、でもね、それもね、まだ分かんないと思ってる自分がいるのは何なんだろう ね。だってさ、まあいいや、そういう話するとさ、はい、そういうミラクルの話はいいんだけれども、うん、まあ、タンクポップフェスティバルという形で、はい、うん、今回はやろうというふうに、はい、もう決定しましてね、うん、で決定したならば応援していただける方を募らなければということで、はい、こちらからお声をかけさせていただきました皆さんとか、うん、あとはちょっと告知をしたらぜひって手を挙げてくださった皆さんですとか、はい、うん、うわーっとこうねご協力いただく声が集まりまして、うん、はい、もう30社というか団体ぐらいが、はい、そうですね、ね、協力していただくってことになって、はい、なんかもう何から言っていいかわからないんですけれども、うん、それのこうチラシをね作らなきゃっていうことで、はい、こう準備をねしようと思ってるんですけれども、うん、フェスといえばさ、私たち音楽やってるから、はい、コンサートも、ね、うん、できる範囲でやろうってして、はい、そのコンサートとかの日程をね、うん、こうそのチラシにも載せようと思ってたりとかして、はい、うん、それをちょっと投稿したりなんかしたら、うん、ブワーッとこうね、はい、埋まったりとか、うん、連絡くれたりとかして、はい、全然その作業とやり取りとか、うん、もう全然追っつかなくなっちゃって、でとうとうちょっとアニバーサリーライブとしては、うん、ソールドアウト、はい、ありがとうございます、本当ありがとうございます、本当になんか嬉しい悲鳴っていうのはこういうことじゃない？そうですよね、うん、だからもちろんね、だから武道館なんて言ったら全然、はい、全然かもしれないよ、うん、けれども、まあ、こうなったのも、うん、まあ運命と言いますかね、うん、うん、自分たちの近くで応援してくださる方っていうのは誰なのかというのを、はい、うん、もう一回向き合って、うん、見なさいよということなのかというね、そうね、うん、うん、だからそのアニバーサリーライブもほぼほぼ割とお世話になっている、そうですね、方、はい、あ、だったり、うん、最近タンクポップを知ってくださった方もちらほらいらっしゃったりする、はい、うん、なのでそのアニバーサリーライブの日程はもう言いません、うん、あちこちに載ってます、ライブはもう入りません、はい、ので、うん、追加公演をちょっと落ち着いたら
やるかもしれませんが、うん、ちょっと分かんないんですけどね。で、まだまだですね、タンクポップフェスティバルは、いろんなコンテンツとか、展示ですとか、ありまして、そこには、ぜひ入場無料なので、お越しいただきたいんですよ。そうね。ここまで引っ張ってさ、もうみんな動画消しちゃってるかな。そんなことないよね。はい。その日にちっていうのがですね、クイック、クーニコ、ダメだな、語呂合わせにならないですね。9月19から9月25ニコニコまでですね、クイックニコニコでいいか、クイックニコニコ、うん、帰って分かんなくなるかなクイックニコニコで1週間の期間を持って、北越谷の駅からまあ、歩いて10分ちょっとかかっちゃうかな、の場所で開催することになりました。ここは名前がついてるギャラリーなんですけど、なんと、申しましょうか。あそこはシードット東大沢ギャラリーと言います。オープン。ね。ね。はい。あのシードット株式会社といえば、こういったね、T シャツですとか、あのキーホルダーとかでね、タンクポップすごいお世話になってるとこですし、かっくんもね、そこでちょっと働いたりなんだりしているところじゃないですか。そうですね。なんかもうすごく景気がいいらしくね。どうなんですかどうなんですかね。だから拠点が増えたと、ね、そうそうそう。だからそのシードットの社長って、だからさ、私たちのキットレコードの社長でもあるの で、で私たちもそこに拠点になるってことに、なりますかね。そうですね。ダメですか、そんなことおっしゃらないでそこには音楽スタジオもついていれば、ギャラリーも併設している素敵な場所が、今もうちょっとってところかな。そうですね、もうあと、もう仕上げ段階かなになってると、はい、もう内装工事がね、ほぼ終わりで、そう、はい、でそこに、展示だったりとか、いろんなあのワクワクのものが集まるってことになります。で皆さんね、多分よくわかんないけどタンクポップがそう言うならって言って手を挙げてくださってるので、まだ決まってないとか準備してないっていう方がほとんどだと思いますが、どんな方がそこにいらっしゃるかっていうのをお読みしたいと思います、本当は全部覚えてるんですけれども、間違わないように読ませていただきますね、いきますよ。あいうえお順で継承略で失礼いたします、タンクポップフェスティバルにお力をいただきます、皆様です。あやとり一点コスメインク、バルーンショップウィンディー、川島茂、カフェ803、がんばる母さん&梅宮俊明、カラオケダイニングマリンウィズタマ、川石哲也、キャタピーの笠松育夫、木村光義、栗原さつき、 KYGP 越谷吉川元気プロジェクト、越谷ご当地アイドルクロワッサン、コーヒーローストオリティエ、サンキューラクラク、シゲシードット株式会社、セブンイレブン越谷西口店、そばうどん朝日屋、高橋ひろみ、多国籍ダイニングパンゲア、茶飲み鈴、ティールームジュン、鉄板焼きステーキイマジン、猫の手、ピンコロの苗、ミオカ、道の駅グルメブロガーのマー、ムツ、山口隆、ヨーローズ、ライブ&ソングクリスタル、わたあめ。そしてご講演いただきますのが
越谷 FM、 はい、主催がキッドレコード我らダンクポップ、ありがとう、すごい数の皆様にご協力いただきまして ね、 ね、これだからいろんな形のご協賛が混じってるんですけどもね、はい、うん、まあ、ちょっとネタバレになるのであんまり言いませんけどね、はい、すごい演出的なことでご協力いただいてる、うんうん、ね、はい、ところとかもね、うん、ありますが、いや本当に本当にね、大丈夫ですか皆さん、タンクポップって分かってますよね分かってるか、分かってるでしょ、うん、いやだからこれを聞いてどうですか、各、うん、率直な、なんかこう、いやこの今も言いましたけど、はい、こんだけの方がね、ご協力、ご協賛いただけるなんて、はい、正直嬉しいというよりびっくり、びっくりが先立ちまして、本当にね、ありがたいことですけど、本当に驚いております。そうですよ、本当にありがとうございます。そうですよ、うん、でだから この方たちはいろいろだと思うんですよね、うん、純粋にタンクポップが好き、応援する、おめでとうっていう方もいるし、うんうん、タンクポップにすごいチャンスを感じてのご協力、うん、ご出展っていう方もいると思うの、うん、はい、正直別にワッコもカックもそんな好きじゃないけどタンクポップに関わってた方が得だという方もいると思う、うんうん、いないかでもいてほしいんだよ ね、 そうね、だってそのタレントっていうのは、うん、まあ、ミュージシャンだけどさ、うん、客寄せパンダであるべきだと思っているんですよ。そう だ、 ね、そう、うん、だからなんか良くない、二人って思ってくれて、うん、はい、結果を出せるか出せないかは私たち次第なので、うん、これはちゃんとしたことをやって、うん、もちろんもう初めて来てくれた方が、あ、なんかいい空間だったねって思ってくださるようなものを、まだ2ヶ月あるんだね、ないか、2ヶ月、だからちょうど2ヶ月ぐらい、ちょうど2ヶ月、はい、だから2ヶ月で何ができるかっていうことだと思うので、うん、はい、もう今読み上げさせていただいちゃった方たちは全部乗っかってますからね、うん、はい、2人だけだと本当にあれなんで、うん、そこしっかり言いなさいよってね、はい、2人だけじゃないんだよ、うん、2人だけじゃないんだよ、そもそも、だからタンクポップのタンクとポップの間に星が入ってるんですけども、はい、その星は皆様のことですので、そうなんです ね、 ね、だからもうタンクとポップの間の星、うん、はい、もうタンクもポップも押しのけてあなたが輝いちゃってくださいよ、はい、ね、まあ、ね、今このお名前挙げただけでも30個の星が今回ね、はい、このイベントに現れるわけで、そう、30個の星がね、ね、だから略ですからね、これタンクとポップの間に星1個ですけれども、うん、本当は今回30個を表記したいんですけどもね、はい、はい、でそれやっちゃってると長くなっちゃうからそう、ね、チラシとかもはみ出ちゃうから、はい、ね、だからこんなダラダラ喋っちゃったけどさ、うん、時間だとかさ、うん、場所だとかさ、うん、何にも言ってないのね、うん、でまた別動画で、あ、ぜひテロップ入れとくんで、あ、本当に大丈夫ですね、はい、まあ、11時から16時っていう時間は、うん、はい、ご入場は無料ですので、はい、まあ、私ねいつも言うんだけど、うん、何度も言うんだけど、うん、何かアピールしてたら、うん、ぜひお越しください、ぜひ買ってくださいとしか表現しませんので、うん、罪の意識にならないで、うん、余裕のない方は相当あれでいいですからそういうのあるじゃん、そうね、なんかもうさ公開カツアゲ状態でさ、ワッコに脅されるから怖くて、とりそういう方います、もしかして。大丈夫ですか。それならそれでいいんだけど、ね、活性化していきましょうよ。はい。ね、うん、はい、はい。賛同する方は、はい、ぜひ、お待ちしております。お待ちしております。はい、ということで、はい、タンクポップフェスティバル
ぜひ9月19日から9月25日まで北越谷の C ドット東大沢ギャラリー、いろんなコンテンツ盛りだくさん、わたあめちゃんのワークショップもできるよ、よろずさんのプチ野良猫音楽会もコラボするからね、予約してね、来てね、タンクポップでした。はい、どうだい、どうだい、どうだい、はい、タンクポップ YouTube チャンネルでございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとう。また膨らむぞ、胸いっぱいに夢いっぱいに、ポンポンポポポン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 ポポポン、私の小さな胸破裂しちゃう。